続いて今シーズンからプロ野球2軍戦に参加しているオイシックスに新たな元 NPB 選手が加入です。今日新潟市出身で中日ドラゴンズなどで活躍した笠原翔太郎投手の入団会見が行われました。夢が本当にアルビに入団するっていうのがあったので、もう本当に今はその一つが叶ったっていう感じで、今本当に嬉しく思ってます。新潟市秋葉区出身の笠原翔太郎投手は2016年に新潟医療福祉大学から中日ドラゴンズに入団すると、2019年には開幕投手を務めるなど活躍。今シーズンは日本を離れ台湾のプロ野球チームでプレーをしていました。 NPB に復帰するっていうのが一番の目標ではあると思うんですけど、やっぱり地元で野球をして、まあ、その新潟の野球を盛り上げるっていうのも僕の中での目標ではあるので、そこも一生懸命やっていきたいなと思ってます。今シーズン開幕前から笠原投手にアプローチをしていたことを明かした橋上監督。あさってホーム3連戦の第2戦で先発することを発表しました。地元新潟で投げれるっていうことで、しっかり投げてる姿を新潟の方々に見てもらえるようにしっかり投げたいなと思ってます。笠原投手の入団でオイシックスの今シーズンの元 NPB 経験者は10人となりました。